ディズニーパーク、ディズニーランドリゾート、ディズニーランド、ニューオーリンズスクエアニューオーリンズスクエアとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のディズニーランドにあるテーマランドの一つである。19世紀のニューオーリンズの街をテーマとしたテーマランドで、当時のニューオーリンズの街並みが再現されている。カリブの海賊や、ホーンテッドマンションなどのアトラクションがある。ディズニーランドのみに存在するテーマランドで、 他のディズニーパークには見られない。ただし、他のパークでは、当テーマランドにある、施設の一部が別のランドに取り込まれている場合がある。例えば、東京ディズニーランドでは、アドベンチャーランドにおいて、カリブの海賊及びその周辺の街並みやショップ、レストラン、ステージとして取り込まれている。一定の規模はあるものの、TDL では、ホームテッドマンションのデザインについて、 ディズニーランドのニューオーリンズ風ではなく、マジックキングダムのゴシック風を採用し、さらにファンタジーランドに配置したこともあり、ニューオーリンズの街並みにはアトラクションが一つしかなく、テーマランドとして独立させるほどの規模とはなっていない。英語名には英語版、日本語名には日本語版へのウィキペディアリンクとなっている。アトラクション2021年6月現在。 ニューオーリンズスクエア駅ショップ2021年6月現在、レストラン2021年6月現在、ありがとうございます。